ジアニアは、約5億年前のカンブリア紀に生息した、ハーシ動物の一族。中国雲南省の墨江動物群で見つかった、ジアニアカクタフォーミスという一種の実によって知られている。強大な足に、たくさんの棘を持つ、歩くサボテンというニックネームで知られていた。記載当初の本族は、足に、皇室の外骨格と関節があるように解釈された。 ため、そのような付属子を特徴とする、接触動物に禁煙と考えられた。しかしこのような見解は、後に、多くの研究にご解釈として否定された。学名、ジアニアは、化石標本が発見された雲南省の別名、天より、模式種の種商名、カクタフォーミス、及びニックネーム、アルクサボテンは、そのサボテンに似た外見に由来する。ディアニアは、 西安の西北大学の劉剣、北京の中国地質大学のチャンヨー、及びベルリン自由大学のミハエル・シュタイナーによって、それぞれ独自に発見された。本属の化石標本が産出する玉安山別荘は、古生代カンブリア紀第3期にあたる、中国雲南省の墨江にあるラーガーシュテッテの一つである。本属は記載当初では30点以上の化石標本が発見され、 そのうち三つがほぼ全身を保存された。それ以降では、前通る2013から七つの化石標本、o、オーメイヤー2018から頭部を保存した、前半未の化石標本 LLSJ102058 が記載された。また、基地の化石標本はすべて背面もしくは覆面を表しており、側面に保存されることはない。前半身頭部周辺、 動説と足の細部ディアニアの化石標本エレル SJ102058 脚を含めて全長 4.6cm から約 6cm のハーシ動物である。全身の表皮は柔らかく、関係の筋と棘が生えている。体は単純の前中状だが、足は強大でたくさんの棘があるというハーシ動物の中でも類いが見られないほど独特な特徴を持つ。 胴部は全中状に細長く、表面は関係の筋と微小な棘がある。足に連結する段、いわゆる胴節の部分は中央に円形の表皮構造がある。足の連結部は他のハーシ動物より左右に向くため、胴節の配布はほぼ区別がつかない。消化管の痕跡は基地の化石標本に見当たらない。胴部の両端は化石で明確に保存されにくく、 前後は判断しにくい。標本イクループ11314は、頭部の片側の端に、やや細長い突出部、反対側の端に丸みを帯びた突出部が見られるが、いずれも頭部らしき特徴が見当たらず、前後関係は、不明確とされた。2018年現在、頭部の可能性が高い構造は、標本にれる s j 1 0 2 0 5 8のみに見られ、 ヘルメット状で、目はなく、前端には口を持つとされる短い円錐状の突出部と、左右には、円から出張った一体の棘がある。これは、標本位クループ11314の丸みを帯びた突出部に該当する部分で、従って細長い突出部はビブ、丸みを帯びた突出部は頭部とされる。付属紙は、頭部の左右やや腹側に配置され、 他のハーシ動物と同様に、すべて柔軟なハーシである。頭部の直後には、特化した一体の目立たない触手様のハーシがある。それ以降の動説は、本属最大の特徴である重椎の動形の足が、大きく張り出していた。足の基部は、やや細く、数本の密集した関係の筋のみを持つが、それ以降の部分は、胴部と、同じほど太く。 4列の発達したトゲがあり、15本ほどの関係の筋の間に配置される。足の先端は前述のものに、同型のトゲが最多3本あり、他の多くのハーシ動物に見られるような鍵詰めはない。本属の足は、基部以降の関係の筋が、他のハーシ動物のものより間隔が大きく、一見では、節足動物の皇室の関節子によく似て、記載当初も、 そのように、誤解釈されてきたが、実際には、他のハーシ動物と同じく柔軟なハーシであり、関節子ではない。海底を歩くディアニアの生態復元図他のハーシ動物に比べてもディアニアの形態は独特である、ため、その生態は推測しにくい。体積物由来の消化管の内容物が見当たらない、ことから、本属は体積物植生ではなく、 不肉食性であったと考えられる。本属の頭部の直後にある目立たないハーシュはハルキゲニアに見られる前方の触手状のハーシュに似て感覚や餌を運ぶ役割を果たしたと考えられる。足にあるたくさんの棘はハルキゲニアやルオリシャニアの頭部に生えた棘のように防御に用いられたと考えられる。腹側に向けて終端に カギ爪がある多くのハーシ動物の細い足とは異なり、本族の爪のない丈夫な足は、常に体の左右に向けて張り出していた。このような足の配置は、頭板に適しているが、カギ爪を描くことにより、本族はむしろ頭板に不向きで、海底などの平たい表面を這い回る、定性動物であったと考えられる。2018年現在、ディアニアは、 模式種であるジアニアカクタホーミスのみによって知られる。ディアニアはハーシ動物であることは昔今を通じて認められる。しかし現記載における本族の足の構造とそれに基づいた系統関係に対する解釈はそれ以降の研究から多く再検討と否定を受けていた。記載当初の2011年史の本族は足は外骨格と関節を持つ関節子とされ、 関節子の起源を示唆する、接足動物の禁煙と考えられた。しかし、本属の接足動物との関係性は、同年8月以降から疑わしく見受けられ、2013年以降に、至ってはその足の関節子的性質まで、誤解釈として否定されるようになり、接足動物に類縁せず、関節子の起源に無関係のハーシュ動物となった。それ以外の一部の特徴も、 再検討がなされるたびに更新されていた。ディアニアが所属するハーシ動物というグループ自体は、カンフ動物とあり爪動物だけでなく、様々な中間型生物を介して、接触動物の起源に深く関与することが広く、認められる。しかし、ハーシ動物の付属子は、たとえ接触動物に、近縁のシベリオン類だとしても、関係の筋しか見当たらない柔軟なハーシであり、 節足動物において特徴的な外骨格と関節を持つ関節子ではなかった。そこで、リュウエトール2011は、ディアニアを例外的に関節子を持つハーシ動物と考え、その足に見られる関係の筋を関節、その間にあたる広い感覚を皇室の外骨格と解釈していた。これに基づいて、リュウエトール2011は、 ディアニアを節足動物の間接詩の起源に近く、早期の節足動物は、動物の高質化より付属詩の高質化を先に進化した、ことを示す証拠と考えていた。リュウ・エトール、2011に採択られる、系統解析結果は、ディアニアを節足動物の初期系統の一因とし、その中で、ディアニアは、ラディオドンタルイより、 派生的で、死んだハンネスと神聖の節足動物より、早期に分岐するとされていた。ジルド・ロボポディアンズ・オパビニア・トラディオドンタル前者は、関節子を持たず、後者は一体の関節子の実を持つが、他の多くの節足動物的特徴によりディアニア、以上に、基盤的な節足動物として認められる。ところが、その後、 リューエトール2011の上述の一連の見解は多くの研究から否定的な評価を受けていた。リューエトール2011が発表された半年後、上述の系統解析結果は同一文献のデータに矛盾であるとマウンス・ウィルズ2011に指摘された。マウンス・ウィルズ2011とレッグ・エトール2011が リュエトール2011と同様なデータと解析方法を用いてもう一度その系統図を再現してもディアニアは節足動物の系統から大きく離れたというリュエトール2011の見解から大きく一致している解析結果しか与えられなかったこれはディアニアは節足動物様の関節子を持つだとしても同時に基盤的な節足動物であるラディオドンタルイ オパビニアやジルドロボポディアンズに見られる特化した全部付属詞、ヒレと足の組み合わせ、体になる、消化栓などという節足動物の系統に至る多くの重要な性質を書いており、節足動物の系統につながる可能性が分岐学的に低いからである。この場合、ディアニアは関節子を持つだとすれば、それは節足動物のものとは別期限である可能性の方が高い。 また、リュウエトール2011が従った、シンダーハンネスを、ラディオドンタルウィより、新接触動物に近いとする、系統仮説も、後に、多くの文献に否定された。前トール2013の再検証をはじめとして、ディアニアの足は、関節指摘性質を持たない、ハーシであると判明し、リュウエトール2011は、本属の足の構造を誤解釈していたと指摘された。 ディアニアの足は保存状態によって顕著な変形が見られ関節と思われる関係の筋もそれによって不明瞭になることがある。この性質は常に一定の形と明瞭な関節を保する高質の関節しらしからぬむしろ他のハーシ動物と同様にハーシの柔軟性を証明する特徴である。関節師の特徴である関節球や石管膜も ディアニアのどの化石標本からも発見できなった。この一連の反発により、ディアニアは、形態系統とも、節足動物との関係性が否定され、節足動物とその関節子の起源に無関係の、ハーシ動物と見直されるようになった。それ以降の系統解析では、ディアニアは多くハーシ動物と同様に、系統位置は、不確実で、 文献によってあり、爪動物の初期系統に含まれる、もしくはどの原生反接足動物にも属さない、別系統とされる。前者の系統仮説では、ディアニアは、ゼムシオンに禁煙とされる場合もある。リュウ・エトール、2011は、ディアニアの動説の円形構造を筋肉組織、足の基部以降の関係の筋を17本、足の先端にあるトゲを爪、 化石標本偉い WD-0026 の片側に見られる一本の太い構造体をドーより太いフンと解釈していた。前トール2013の再検証では、リュエトール2011にほっと解釈された部分は、ドーと同じ方向に屈曲した足の見間違いと指摘され、 化石標本にクループ11314の体の両端から細長い端と丸みを帯びた端を判明した。また、同節の円形構造は、表皮組織であった可能性の方が高く、足の基部以降の関係の筋は、最多15本。先端にある棘は、直前の棘と同型であるため、爪として認められない。オーメイヤー2018の再検証では、 化石標本 LLSJ102058 の前方から一体の目立たないハシとその前端にあるヘルメット状の頭部を判明し、従来の細長い橋はビブ、丸みを帯びた橋は頭部であることも示された。ありがとうございます。